くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん、見てる、くるぶしです。ヨモララテア、さあ行こう。オッケー、みなみのテア。はい、やってまいりましたけれども、できたぜ。はい、今日3本撮りですよ。言った3本撮りの3本目じゃん。実はですね、くるちょもチャンネルに依頼が来てたということでね。来てた、自粛前に来てた、寝かせたぞ。ちょっとじゃあその依頼をちょっと、ね、読んでいただいて、はい、読ませていただきましょう。はい、突然の DM ごめんなさい。YouTube のネタになりそうなツイートを見つけたんですが、どこで伝えればいいかわからなかったので DM しました。北千住にある自動販売機みたいです。北千住のどこにあるかまではわからないんですが、くるちょもの二人で自動販売機の謎を調べてみてくださいということですね。送られてきたツイートが、こちらなんですけれども。まあ、やばい。なんなんですかね、これ。これはいかなあかんと。ツイッターでね。ちらほらと、その、なんじゃこりゃみたいな感じで、上がってましたけど。なんじゃこりゃ！でも別に、その、確信に迫るものではなくて、俺らはもう一歩踏み込もう。ああ、なるほど。買おう！まあ、いくらかもわからへんからね。とりあえずね、40万持ってきましたけども。かつて、ないぐらいに、ナイトスクープ感があります。もう、その場所に実は今、到着しました。到着しました。じゃあ、今からちょっとね、買いに行きたいと思うんで。行きましょう。はい。じゃあそれでは、はい、レディーゴー。ハローキティのあの自販機がない。ないな。でもなんかこのめちゃくちゃ怪しいポップコーンの自販機はなんすか、あるねんけど、左の側道側に照明写真あります。小屋の後ろにこっそり上げ、ハローキティの水販売してる。ちょっとわけわからん。どういうこと、左の照明写真？小屋の後ろに左の側道側に照明写真あって、小屋の後ろにこっそり自販機。よかったですよ。ちょっと後ろ行ってみます。ちょっと照明写真、なんだろう、照明写真。これ？え？これじゃあガスだな。なさそう。ガスストーリーだね。そもそも照明写真。ない。え？おや。マジか。ない。ないのか。ねえ、絶対そうだと思います。そもそも待って、ハローキティの水って何だ。それちゃんと許可取ってるやつなのかな。そのハローキティの会社にサンリオ。ないのかな。そっちはないよね。幸せな商店街。いいね。あ、めっちゃ寒い。こっち寒いわ。うん、どこまでそっち違うか。違うね。こうやって帰ろうか。丸石造営さん。あ、ここね。チーズ巻き、おお、どうしよう。はい。ああ、なるほど。じゃあ次10個ずつ。すみません、ちなみにお母さんはね、パーキングのとこにね、ポップコーンの自販機あるから。
ずはこちらみたいな左の速度入ったところに、なそれなくなったんですかね。キティちゃん水はこちらみたいな。わからへん。本当。そっかそっか。そう。うん。あれ以外になんか変わった自動販売機って見たことない。ああそう。いやでもここで買えたから幸せな。美味しいやつな。僕ら今日初めて来ました。初めて来ました。そう本当に。うん。これ持って。あ本当ですか。へえ。あ初めてです。これ。なかなか似てる人。なかなかいないです。ありがとうございました。ありがとう。素敵なお母さん。いやほんまに結局地元の人でも分からんってことはねえあったんか。でもやっぱポップコーンは知ってんだよね。そうね、うん、でもなんか並んで置いてあったっぽい感じはしないでもないんだけどな。ここにそうなんか置いてあったっぽくない。なんか撤去されたんかな。でなんか写真の感じやと、あ、そうやわ、多分ここやわ。あ、そうなんだ、うん、これがポップコーンじゃない、こっち側のこれ。あ、そうだね、うん、でもその柱みたいなのない。僕の風景が違うな。え、ちょっと逆に面白くなってきた。ここや、ここにあったの、うん、ここやわ。その奥の風景と一致したわ。あ、本当。4番 でこのあれもあってアイドリングソフトネスもあって奥のあの窓あれや。はあ。ないわ。ちょっと遅かったな。遅かったね。いいんかい。結局なかった。なかったね。撤去されてた。撤去され、あのちょっと一足遅かったようで、でも練り物をね買ってきました。入れてるけどうまい。お。あうまい。してみる。うまっ。ちょっとあのコロナがなければ間に合ったな、うん、でもめっちゃ美味しいから、うん、許して。キティちゃんの水ってマジで何なんだ。ただ印刷されてるだけなのか、若干猫の匂いがするのか。まああとはあれやな、俺らに似てる人がめちゃくちゃ気になる。どっちなんだ、二人ともってことかな。昨日も来てましたからってね。あ、5個食った。まあ、俺次食ったからね。全然。うん。あ、全然ちゃう。あ、そう。うん。うまっ。大バカな。まあね、結果は残念だったんですけども。まずはちょっと闇に葬られてるから、これ以上ちょっと、ね、まあ、わからんけど。これはこれでガチですか。うん。もしや、なんか、皆さんの気になる、あの、薪の不思議なものとか、あれば、はい、いつも向かって、解明していきたいと思うので、あのぜひぜひ利用してください。はい。はい、今日は、二人で練り物食べてみた。お送りしました。ありがとうございました。フリーメイソン。